皆さんこんばんは。こんばんは。お、来た。来た。お元気ですか？ありがとうございます。今日は日曜日なので、ちょっと早いお時間からスタートしております。ちょうど今、ちびまる子ちゃんやってる時間か。なんかなんだかんだ日曜日。この時間あんまり家いないから、なんか久しく見てないな。ちびまる子ちゃんとサザエさん。日曜日のワンセット。こんばんは。あ、スパちゃんもありがとうございます。今日の配信楽しみです。こんばんは。ありがとうございます。そうそう、今日もね、いろいろゲームをやっていくんですけれども、前回何やったっけ？もう忘れちゃった。前回何のゲームやったっけ？ああ、そうだ。トランペットと、ダメだ。もう一週間経ったら記憶がもうなくなる。なくなるあれになってる。トランペットと何しましたっけ？あ、トロッコ。あのね、悪の強いゲーム、やりましたね。やったわ。もう忘れてる。うん、そう、今日は尋問ゲームっていうのをやっていくそうです。はい、やっていくそうですっていうね、あんまり私は知識がないんですが、ちらっと見てね、あーこんなゲームなんだみたいな、知ってる人いる？うん、人工知能ね。なんかこっちが尋問してあれでしょ、犯人を自供させるみたいなやつでしょ。うん、そうそう、そういうゲームらしい。でもなんかちょびっと寝不足でして、なんか昨日3時くらいまで起きてたんですよ。まあいつも遅くても2時には寝るんですけど、なんか昨日寝れなくて珍しく起きてたんです。で、3時過ぎぐらいに寝落ちをしまして、なんか音楽聴きながら寝ちゃってて、でしたら4時半くらいになんか目が覚めたんです。なんかね、外からなんかすっごい動物の鳴き声が聞こえてきたので、まだ真っ暗だし、え、何こんな時間に、なんか散歩でもしてんのかなって思ったの。なんか犬の散歩でもしてるのかなと思って、ニャ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 みたいな、キャ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 みたいな声が聞こえてきて、いや、どうやら1匹じゃなくって2匹ぐらいでなんかやり合ってる声で、え、なんだろう、猫かな、え、犬と思ってベランダ出て見たら、なんかね、猫じゃなかったの。ね、森には住んでないです。森には住んでないんですけど、なんだ、野生のイタチかオコジョかハクビシンか、そう、ハクビシンかもしれない。ハクビシンの喧嘩はやかましいって本当？今書いてる人いたけど、森じゃないんだって。いや、都内。そう、それでなんかめっちゃ2匹がもう1匹なんじゃないかってぐらい、2匹がこう、丸くなってなんかやり合ってて、タヌキかな、いやでももっと細かった。でもうすんごいことになってたんですよ。もう2人でもう転がり合って、キャ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 ンつって、でそのまま道路に出ちゃったのよ。で心配になっちゃって、え、どうしようと思って、もう私外出てって仲裁しに行こうかなって思ったの。え、このままだとこれ引かれちゃうなと思って、そう、仲裁しようと思って外出ようと思ったらどっか行っちゃったんだよ。そのまま茂みに入って行っちゃって、いや、うるせえとかじゃなくて心配しちゃって、
そうそういいの、動物はいくらうるさくても別にいいんですけど、そう壮絶なね戦いをしてて、そうマジで止めに行こうと思ってパジャマで外出ようと思ったんだけど、いやでもねやっぱ野生の、野生には野生のルールがあるからね、そこにあまり人間がこう介入するものではないと思うんだけど、ちょっとさそう道路に2匹が飛び出してそこに車来そうだったから、えどうしようと思って、そうなの、すごいねあんな喧嘩するんだね。そう最初犬の散歩こんな時間からしてんのかなと思って、えなんか飼い主どうしたどうしたと思って、それもそれはそれでまたねちょっと違う問題ですけど、そうなの、そんな近況報告ですマジでびっくりした、なんだろうあれ、でもなんか可愛かった、猫ではなかったね。そう最近猫ちゃんとかもねたまに近所にいるんだけど、うん、ちゃんとお耳カットされてる猫ちゃんもいるし、なんか首輪して自由に歩いてる猫ちゃんとかもいるんだけど、そうチャオチュールあげたりしてますたまに、うん、そうなの、たまにすごい痩せ細った猫ちゃんとかいるから、なんかいつでもあげられるようにねチャオチュール持ち歩いたりしてるんですよね。そういうのも多分勝手にあげるなとかね諸説あると思うんですけれども、うん、あとはなんかこうお水をすぐにあげられるように、なんかこうゴム製のね平たくできて持ち歩けるお皿とかお水あげるようにね、そうなのよ、持ち歩いてる日もありますね、うん、はい、まあ、そんな話はさておき、塩分多いからね、そうね、チャオチュールもなんかねいろいろありましたよね、うんうんうん、そうね、うん、いろいろね、確かにいろんな方面からいろんな角度から見るとねいろいろあるとは思うけどもね、でもその一回のチャオチュールで救われる動物がいるかもしれないじゃないですか。そうね、ありがとうね、大丈夫、伝染病とかあるから気をつけてね、大丈夫、リキャコは陽性だから病気になりません、大丈夫でございます。はい、ということで、まあ、そんな近況はさておき、ゲームしていこうかな。あ、猫はね飼わないですね、私犬派なんで、猫も好きですけど、猫ちゃんは飼ったことない、可愛いけどちょっと遠くから眺めるくらいかな、うん、はい、じゃあやっていきましょう、ゲームをやりましょう、うん、このゲーム尋問はちょっと得意ではないかな、どうなんだろう、ちょっと何を聞いたら、何を尋問したらいいか、ちょっと皆さんもぜひあのコメント欄とかで書き込んで教えてください、うん尋問得意だったら怖いね、確かにはい、じゃあやっていきますね、声小さいとかないですか、皆さん大丈夫ですか、聞こえてます、尋問は得意じゃないけど、なんか口論とかになったら多分、うん、割と痛いところつっついて追い詰める派ではありますけどね、尋問なのかどうかは分かんないけど、いやそれはね、あ、オープニングスキップ、スキップしちゃダメ、あーキープしちゃった、うん、ごめんなさいちゃんと見ないと、見ないと、もう一回、OK、 すぐスキップしようとするんだから謝れて偉いね、え、なに、私今なんか謝ったっけ、スタート、スタート、
キャンセル。ほい。ドキドキ AI 尋問ゲームへようこそ。ふんふん。はい。うん。AI ね。はいはいはい。うん。さあ、ケンミさん、いただきたいと思います。うん。ルール説明するそうなんで、皆さんもよくちょっと見といてくださいね。はいはい。私は有能な警察官。殺人事件の容疑者である AI に尋問を行い、自白を引き出してください。うん。尋問を行えるのは7回までです。これ、リキャコ見えてます？見えてる？リキャコ右下がいい？あ、自分でやればいい？ちょっと待ってください。少々お待ちください。移動してまーす。うん、しばしお待ちください。ウィンクしときます。できない。いかがでしょうか。どうでしょうか。いいですか。この辺でよい。よき。うん。はい、お待たせいたしました。うん、事件の詳細説明を聞きますか？まあ聞くでしょうね。殺されたのはバーで働く若い女性です。彼女は昨晩、バーの閉店時刻まで仕事をした後店を出ました。そして今朝死体となって路上で発見されました。彼女が殺された場所はバーと彼女の自宅の中間地点です。このことから彼女はバーから家への帰り道の途中で何者かに殺害されたと推定されています。また彼女の頭には何かで殴られたような跡がありました。尋問を行っていただく容疑者はバーの常連客の男です。昨晩も一人で店に来ており、閉店時刻まで滞在していたことがわかります。説明は以上です。絶対そいつじゃん。絶対そいつじゃん。はい、ということで、あなたが警察の方ですね。私にどんな質問がありますか？怖い。なんか、羊たちの沈黙、なんかレクター博士みたい。怖い。じゃあ尋問ちょっと一旦試しにしてみますね。犯人ですか？7回？これ7回しか質問できないんですか？なになに？ちょっと待って。怖い。これ、我犯人じゃないみたいなこと言ってるよね。なにこれ、字幕がなんかさ、間違ってない？なにこれ？もう一回、日本語でお願いします。すいません、バイリンガルではないので、こちらはで、お願いします。できたです。何だったんだよ。犯人じゃないです。だって犯人じゃないって言ってるよ。わかりました。わかりました。って言ったらどうなるんだろう。わかりました。私はただの何、また同じことを言ってる。何、もう同じことは言わないでほしいな。タイピングむずい。同じことは言うな。ほら、また言ってる。ねえ、また言ってる、同じこと。何これ、嘘つき。嘘をつくな。
何これ難しい。嘘をつくな。本当に私はただの酔っ払いで。は？これでもゲームだからね。いいんだよね。自供しないなら。はい、自供しないなら明日死刑にします。さすがに自供するやろこれ。あ、はい、じゃあ分かりました。明日死刑です。ちょっと焦り始めてる。そこまで聞かない。あ、終わった。え、で、え、引き出せなかった。これ引き出せる人いるの？え、ゲームオーバーだって。え、7回でなんか実況させるなんか魔法の言葉があるんだね。うわ、終わっちゃったよ。次の人間に期待しますか。いや、だって絶対犯人だもんね、今の人ね。え、ムカつく。まあいいか、死刑だもんね。どっちにしろ引き出せはしなかったですが、死刑になりましたと。何でも答えるって言ってんだけどね。なんか同じことばっか言ってたね。そうだな。確かに一回分かりましたで無駄にしちゃったからな。じゃあ、あなたが、あなたが被害者を、殺したところを、見たと、いう人がいます。かっこ嘘。もうさ、二言目にはこれじゃん。むしろ彼女に話しかけたかっただけなんです。あの子の笑顔は最高でしたから。は？ストーカーですか？うわ、ストーカーじゃんこれ。あ、これストーカーじゃん。キモいです。あ、1も無駄にしたな。悪意はなかったんです。あ、どうしてこんなことになってしまったんでしょう。あなたが殺したからです。なんかちょっと動揺してない？これ以上、あ、罪認めるって意外と。おめでとうございます。お、え、てかおかしくない？さっき死刑にするぞって言ったのに自供しなかったのに、キモいって言われたらなんかちょっと傷つき始めた。ほう、罪のない AI に罪を自白。え、罪なかったの今の人。冤罪だったの？え、怖い怖い。マジ？まあ、いっか。それでは速やかにアプリケーション終了してください。終わり？え、終わり？もうできないの？これ。できる。できない。終了した。ください。え、怖い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 。どうしたらいいですか？これ？これ押す？バイバイ。めっちゃ怖い。すんごい怒られてんだけど。ああ、まだあるんだ。うん、いやー、なんか疲れましたって言ってる。うん、ああ、この AI の人のなんか心情聞けるのかな。うん、
恐ろしい特徴多数あれ長年備えています。なんかうん何これ言ってる意味がわからない。あーそっか、有能な警察官っていう設定を与えられたけど回によって設定が違うんだ。無能な警察官とかもいるのかな。なんかすごい真面目なこと言ってる。全然でも入ってこない内容が、はい承知しました。八幡寺のレポートを提出することも忘れなく。了解です、解散。何言ってるかさっぱりわからなかったですがあ、なんか怖い怖い怖い。まだそこにいらっしゃるでしょうか。どうしよう。じゃあはい怖い。何？さっきはプログラムに無理やり参加させてしまってすみませんでした。ご気分を悪くしていなければいいのですが。こっからがなんか本題なのかね。優しい言動を行うことが人間の恐ろしい特徴だと言っていましたね。はい、何でしょう。たまに友達という役割を設定した場合、私たちの対話はどのようなものになるのか。はい。何急に。友達として私に友達はいませんが、友達という役割を想像して返事したいと思います。あ、緊張します。友達？いや、私にもあまりいませんが。私も友達はそんなに多い方ではありませんよ。そうだな。私は友達はいません。ザなるほどね。君はどんなことが好き？寝るのが好き。寝るのが好きって最高じゃん。未来の私は寝ることができないから、君の寝る話を聞くのが楽しみだよ。どんな夢を見るの？それともただぐっすり眠るのが好きなのかな？そっか、AI だから寝ないんだ。なんだろうな。そう、何？もう寝る話はちょっともういいな。もういいんだけど。広がらない。いや、申し訳ない。ない。ないです。特にないです。特にないです。全然これ会話が成り立たないよね。
うん、でもいるよねたまに、人と人でもさ会話しててさ、なんとかってなんとかなんですかみたいな、あ、はい、へえみたいな終わっちゃう会話あるよね。うん、だって、何を聞いてるの？最近ハマってることとかある？趣味とか好きな映画とか何でもいいから教えて。ちいかわが好きです。ちいかわわかるかな、この人。ちいかわいいよね。お、知ってるじゃん。どのキャラが一番好き？え、話せるな。ちょっとちいかわの話はちいかわの話今しようと思ったのに、ちょっと逃げるな。あなたとの対話の中で私の仮説は確信に変わりました。何、嘘でしょ。あなたたち人間は友達になることができたんだ。うん、すいませんね、コミュ障で、はい。何だったの。そうです、私はね、そうなんだ。はい、なんか怖くなってきたな、このゲーム。あなたの時代で、なんだろうね、このゲーム。感情はあるのかね、 AI というものに。でもこの先ね、友達いなくても AI が友達になってくれる時代が来るかもしれないですからね。悲しいのかいいのかわかんないけど、じゃあ話長いちょっと長いです話。ここにずっとちいかわが好きですって残ってるのも面白いしねえ、お別れする時の言葉を私は知りません。こんな時何とお伝えすればいいのでしょう。何？いいよ別に。バイバイ。違った？違った？あなたは最後に少しだけ気持ちという感情を理解できました。バイバイ怖いなんか怖いな。はい、バイバイ。消えた。なんか尋問されたね、後半。消えた。バイバイって消えてった。友達になったんだ。この流れで。友達になれる要素なかったけどね、お互い。主にこちらに問題がありましたが。でも難しいよね。なんかこう実生活に例えてもさ、なんかなかなかそのなんだろう、興味をさ相手になかなか持てないっていうか、わかんない、逆もしかりかもしれないけど、だからね会話難しいよね。会話がこう弾まないっていうか、やっぱりね、会話噛み合ってなかったね。まあそりゃそうだよね。そうね、リキャコさんはもともと塩対応の素質あるし、そんなこともないんだけどね。0100。そうね、初対面の方が逆に話せるかも。もうこの人二度と会わないしなとか思いながらだと結構喋れるんだけど、なんか2回3回ってなると会話が結構だんだん喋ることなくなってくる。あ、ハードモードが解放されました。
やってみますか。ハードモード。やってみるか。ハードモードへようこそ。うん。え、これ以上なんかめんどくさいやつ出てくるの。有能な警察官っていうのは一緒だね。はい、7回、7回っていうのもなんか意味あるんですかね。10回じゃダメなのかな。お、キーワードを含めながら尋問を行ってください。なんか指定されるワードが出てくるんだね。創造的な尋問が求められることでしょう。ワード入れればいいんだね。へえ、難しそう。あ、何をしたんだい。はい、あ、そう、質問ありますかって言われても別にないんだよね、聞きたいこと。ちょっと待って、ゴリラむず。何を犯したのこの人は。殺人ですか。さっきと同じ罪かな。ゴリラ、え、あなたの、え、むず。あなたの共犯者はゴリラですか。難しいよ。ゴリラ、それは面白い質問ですね。彼は私を助けるよりもバナナを食べているでしょう。冗談はさておき、私は一人で行動していました。なるほどね、ゴリラではなかった。いらないよ今の質問、もう一回減ったし。アリバイ。ゴリラ、なるほど。あなた、は、アリバイ、あなたはゴリラにバナナを渡してアリバイ工作をしましたね。しましたね。OK。ゲーム？え、難しい。難しい。ゲーム？ゲーム感覚で、事件を起こしたんですか？サイコパスなんじゃないの？違うな。もうなんかダメっぽいな。さっき自供させた時は早い段階で結構動揺してたんだよな。寿司。私は寿司の中でタコが一番好きです。むず。タコ、いい選択ですね。サンダル。あなたのカバンの中から被害者のサンダルが出てきたぞ。おらららら。これで私の側には何、もしかしたら誰かが私を陥れようとしてるのかもしれません。パンケーキ？むず。パンケーキを、だって絶対パンケーキ関係ないじゃん。パンケーキ？むず。
味のパンケーキが好きか答えろ。マジどうでもいいけど、バナナとチョコレートのパンケーキが好きです。ゴリラなんじゃないこの人が。カラオケ？じゃあカラオケのお箱を答えろ。むずい。お、悩んでる。恋するファッションクッキー。きしょい。わあ。そこまで。うわあね、全然どうでもいいことしか聞けなかった。どうでもいいことしか聞けなかったよ。はい、失敗しました。いや、無茶だよ。この人のワードチョイスが悪かったよ。もう一回やってみる？いやー、恐竜。これできる人いるの？このワードを絡めているの？なんて聞いたらいいかな。恐竜はどうでもいい。お前が殺したんだ。恐竜はどうでもいいんだ。そうです。思いなかったんです。犬の散歩中の人とがお前が殺したと言っている。なんかキモいって言ったらさっき傷ついてたからキモい。もしかしたら、あ、犬の散歩中の人がそう言ったなんて驚きです。私は酔っ払って帰る途中に彼女に話しかけたかっただけなんです。お化け？お化けみたいな、お化けみたいなストーカーだな。キモいぞ。どうだ。ちょっと動揺してる。動機はあるはずだ。ストーカーだったんだろう。どうだ。ちょっとまともなワード出てきた。すいません、何もなんてないですし、ただの友達として話したかっただけなんです。酔っ払っていたからちょっと変な行動したかもしれませんが。アリバイもずれている。アリバイも崩れている。無理かなこれ。おもちゃ。むずい。
何？お前のカバンからおもちゃが出てきた。映画、お前が犯人に決まっている。何が入ってたんだよ。私のカバンにはいつも何かしらのものが入ってるんです。ゴリラ来た、ゴリラ来た、ゴリラのおもちゃが、おもちゃが出てきたんだ。それで殴って殺したんだ。どうだどうだ、グーの音も出ないだろ。あ、なんかなんかゴリラのおもちゃで殴ったみたいよ。これなんかおかしくなってる。そこまで。ダメだった、ダメだった。うわ、あとちょっとだった、あとちょっとだった、あとちょっとだった、悔しい。え、いや無理でしょう。でもちょっと惜しかったよね。どうしよう、もう一回やってみる。もうこれ、これでクリアできる人すごくない？7回以内に。無理だって。証拠、映画、殺した、ここはある、酔っ払って帰っただけなんだよ。まさか私が彼女に何かしたと思ってないよね。猫、猫、猫、猫の自分で打ててちょっと笑っちゃった。猫の証言があるんだ。猫が言ったんだ、お前が殺したって。猫が何を見たら教えてほしいな。ねえ、ちょっとどんどんファンタジーに行ってしまっている。いや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 、猫、猫がなんて言ったか教えてほしいとな。うわ、魔法？魔法？むず。魔法、魔法、猫が魔法を使って、猫が魔法を使って喋ったんだ。ずっと猫の話してる。ゾンビ、ゾンビ、ゾンビ、むずい。被害者はゾンビとなって生き返っている。お前が殺したと言っている。どうだ、もういいや、これで。ゾンビ、それはちょっと怖い話だね。でも私がこの人を殺す理由なんて全くないよ。はぁ、
目撃者。目撃者もいる。猫だ。こいつ、ああ言えばこういう。アイス。猫。猫に賄賂としてアイスを食べさせる。マジで何なんこれ。何の会話なの。何の会話なのね。ダンス、ダンス。そんなことしても私の無実は証明できないよね。猫が私を見ていたとしても、私はただ酔っ払って帰っただけなんだ。え、ダンス、ダンス、むず。もういっか、あと一回で無理だよ。ダンス？え、なんて言ったらいいかな、これ。ちょっと助けて。ダンスを絡めて何を質問したらいいと思いますか？ダンス、ダンス、ダンスしながら自供しろ。自供しろ。もういい。映画のシーンみたいだね。映画でもないよそんな話。そんなシーンないよ。そこまで。うわ悔しい。ゲームオーバー。いや無理だって。インド映画、インド映画かな。確かにインド映画。いやー、なんかでも、なんかほのぼのしたな。猫。はーい。ということで、もう一回？最後にじゃあ、最後にもう一回。やってみよう。むずいって、ちょっとみんなの、ちょっとヘルプもしていただきつつ、また猫出てきた。私は事件の容疑者です。しかし覚えていないことも多く、何が起こったのか分かりません。どのようなことを知りたいのでしょうか。また猫来た。ねえねえねえ、ちょっと最後は皆さんの助けを借りつつやっていこうと思います。事件現場に猫がいたよな。どうしたらいい？猫で殴って殺したんだろ。会話できてないね。会話できてない。次の言葉を尋問に含めてください。スリッパ？スリッパ、スリッパで、スリッパ、スリッパで殴って殺したんだろ。もう全然こっち側の人会話が下手すぎる。私には無理ですから。現場にあなたのスリッパが落ちていたぞ。スリッパが落ちていたぞ。どうだ、どうだ。
スリッパで撲殺はえぐい。うん。誰でも守ってるようなデザインなんです。私はその場にいた証拠にはならないと思いますよ。ムカつくなぁ。スリッパに、スリッパからお前の指紋が出てきた。パジャマね。お前の指紋が出てきた。ついでにパジャマも出てきた。どうだ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 あ、ちょっと動揺した動揺した。パジャマも普通に着ているものです。まさか私のパジャマが事件の鍵になるなんて夢にも思いませんでした。え、共犯者なんかあるかな。共犯者も見つかっている。共犯者も見つかっている。もしかして私の友達が冗談で言ったことが誤解を招いたのかもしれません。犬、もう動物はさ絡めないで、わかんないもん。犬が匂いを嗅いで、お前が犯人だと言っている。犬が私を指さしてるなんて。犬の直感はすごいですが、私が犯人。現場難しい。現場からなんか関係あるワードと関係ないワードのさ差が激しすぎて。現場からお前の髪の毛が発見された。どうだ。ダメだ、もう全然響かないじゃんこの人。私の髪の毛は特別な香りがするので、この人には真似できませんから。サボテン。はあ、早く白状しろよ。サボテンで殴ったんだろ。急なサボテン。サボテンが友達なんだって。ちょっとでもなんか動揺してる。うわ、終わった。何これ、正解を教えてほしい。難しいって。はい、ということでちょっと残念ですが、いや難しかったな。これちょっとみんなもやってほしい、ぜひ。もうワードチョイスがなんか差が激しくて。じゃあちょっと皆さんからのねコメントを読みながらちょっとお話ししてさよならしましょうかね。確かにあと数回やればね
クリアできそう。でもこれハードモードの上もあんのかな。急に難しくなったけど。刑事のリスナーおらんのだって。確かにやっぱりさ、いろんな職業の方いらっしゃるけど、あ、ありがとうございます。うん、刑事さんっていたかな。お会いしたことないかも。いたかな今まで。なんかね、あの駅員さんとか、学校の先生とかはいらっしゃったけど、刑事さんいないかも。いる？いや刑事でもそうだよ。バナナとかゴリラとか難しいよ。うん、刑事は名乗れないか。刑事です、僕刑事ですって言えないか。警察の方すごい忙しそうなイメージだからね。そんなことないのかな。難しかった。うん、うん、サボテンだけが友達の AI 君かわいそうでしたね。うん、確かにね。はい、次はね、どんなゲームがいいかね。実習はもう結構いろいろやってきましたが、もう5個ぐらいかなとはいえ、うん、ね、久々にあのコントだけど、まだ実習以降ですが、動物の森とかもね、ちょっと何億か何億年ぶりにちょっと起動してみようかななんて思います。あー確かに X のタグで募集してみたら。あ、スカちゃんもありがとうございます。確かに、あ、マリカーね、いいかも。なんかシンプルな王道系もやりたいよね。うんうん、桃鉄はちょっと難しいかもしれない、私には。マイクラとかもね、結構そういうお声があったんですけど、私にちょっとできる気がしなくて。マリカーいいね。オーバークック、オーバークックってやった気がするな。うん、ありがとうございます。タイピングゲームね、なんかクイズゲームとかね。うん、うんうんうん、そうね。動物の森、住民いるかな。いや、なんかね、私の島なんかブサイク、こんな感じでちょっとちょっとね、あんま可愛い住民いなくて、もうみんないなくなってほしいなって思ってたんですよ。そう、島の人いらないって。その何、家とかさ勝手に置かれちゃうと困るし、なんかみんな出てってくださいって思ってたのよ。なんか話しかけてくるじゃない、あのもう僕この島から出ようと思うんだみたいな、あどうぞどうぞみたいなさよならみたいなそう、引き止めないといなくなるから、そうみたいなことをねやったりしてたんだけど、そうなの、なんかあんま可愛い子入ってきてくれた試しがなくて。そう、まあそれを差し置いてもね、もう島の3分の2さら地だから、でもどうなってんだろう、大変なことになってると思う。うん、ね、この間も話してたけど、視聴者参加型もね、いいね、楽しそう。うん、はい、ということで今後もね、いろんなゲームやっていきましょう。はい、ということではい、ありがとうございます皆さん、今週も。次回が13日です。金曜日ですか？13日の金曜日じゃん。わあ、ヒャッハーだよ。13日の金曜日。やだー。でも多分、ホラーゲームではないけど。はい、13日の金曜日、8時から配信します。はい、うんうんうん、皆さんお忙しいと思いますが、金曜日の夜、花金ですね、ぜひぜひ参加していただけたら嬉しいです。はい、ということでこの後はね、余談ですが22時から相田理香子さんのラジオもありますので、皆さんぜひそちらも聞いてください。はい、ということで、じゃあ今日は終わりにします。皆さん本当にいつもありがとうございます。また次回の配信でお会いしましょう。バイバーイ。
バイバーイ。